た、木製のほっぺたにご飯粒がついてます。カロン辺境白さん、ちょうど島の赤い部分なので、合体しても色が確認できるかもしれませんね、シェルテリン。カヨピさん、そして木製に食べられる。スミヤチャンネルさん、本日も星空ライブを楽しみましょう。木星が地球に大接近中です。木星のすぐ左が伊予です。少し離れて3つの衛星が接近しています。左がエウロパです。右がガニメデです。新一、寺沢さん、大阪は雨ですが、千葉は晴れてるようですね。幸いにも晴れています。キクハッピさん、これは金星でしょうかね？スミヤチャンネルさん、木星です。キクハッピさん、ありがとうございます。新一、寺沢さん、キクハッピさん、はじめまして。こんばんは。キクハッピさん、こんばんは。島模様までよく見えていいですね。スミヤチャンネルさん、少し薄曇りです。快晴になればもっと鮮やかになります。新一、寺沢さん、そうですね。でっかい望遠鏡はやっぱりいい。キクハッピさん、ちょっと外を見てみますね。スミヤチャンネルさん、ガリレオ衛星も3つ見えています。キクハッピさん、こちらの空は全く何も見えていません。これで失礼します。スミヤチャンネルさん、またのお越しをお待ちしています。新一、寺沢さん、今日、木星がショーだったんですね。スミヤチャンネルさん、一晩中木星が見えます。スミヤチャンネルさん、今夜の木星は166年に一度の地球大接近です。新一、寺沢さん、ちなみに、近い時と遠い時ではどれくらいの差があるのでしょう？スミヤチャンネルさん、木星と地球の距離はだいたい 6.5 天文単位から 4.0 天文単位の間にあるようです。新一、寺沢さん、6.5 天文単位というのは、豪の時ですね。小の時の遠近差は？スミヤチャンネルさん、だいたい 4.5 から 4.0 の間ですね。スミヤチャンネルさん、今回は 3.9526 です。新一、寺沢さん、なるほど。約1割強ですか。スミヤチャンネルさん、それくらいですね。新一、寺沢さん、今日の木星は平均より 6% くらい大きく見えてるんですね。スミヤチャンネルさん、今回以上に今後地球へ近づくのは2129年で、107年後です。カロン辺境白さん、皆さん、こんばんは。 UFO シェルテリン。スミヤチャンネルさん、こんばんは。新一、寺沢さん、長生きしても、107年後は無理だな。新一、寺沢さん、カロンさん、こんばんは。スミヤチャンネルさん、伊予が1時間後に木星と合体します。見かけ上。カロン辺境白さん、木星が主役ですね、シマウマ。カロン辺境白さん、雲が邪魔しているのでしょうか。スミヤチャンネルさん、雲の切れ間から撮影しています。カロン辺境白さん、ガニ目では大きいのでわかりやすいですね、星。スミヤチャンネルさん、太陽系最大の衛星ですからね。カヨピさん、こんばんは、今夜は木星見ないと、ですね。カロン辺境白さん、カヨピさん、こんばんは、新一、寺沢さん、カヨピさん、こんばんは。スミヤチャンネルさん、こんばんは。カロン辺境白さん、カリスとも右上の離れたところにポツンとあります。星。スミヤチャンネルさん、ポツンと一軒家みたいですね。
カロン辺境博さん、先ほど、列を乱しているカリストと言いましたが、エウロパの間違いです。シェルテリンスマン。カロン辺境博さん、カリストは反射率も低いので一番暗い星です。星。カヨピさん、主様、カロンさん、寺沢さん、こんばんは。私のところも雨上がって肉眼で木星が見えてます。もちろん衛星は見えませんが。カヨピさん、エウロパ、反抗期かなかを。カロン辺境博さん、矯正が必要ですね、星星星星。カロン辺境博さん、木星はしましまも魅力ですが、四大衛星を従える姿も誇らしくて良いですね。スミヤチャンネルさん、毎日衛星の位置が変わるので飽きないですね。カロン辺境博さん、大きさ順では、ガニメデ、カリスト、エウロパ、イオとなります。星星星星。スミヤチャンネルさん、あと30分でイオが吸収されます。カロン辺境博さん、イオは月よりも少し大きいくらいです。5番目に大きな衛星となると一気に小さくなり、円形にもなれない直径 125-250km の大きな岩のような星です、星。じゃ、主様、カロンさん、カヨピさん、こんばんは。スミヤチャンネルさん、こんばんは。カロン辺境博さん、チャチャさん、こんばんは。カヨピさん、チャチャさん、こんばんは。新一、寺沢さん、チャチャ殿、こんばんは。じゃ、お久しぶりでございます。スミヤチャンネルさん、お待ちしておりました。じゃ、寺沢殿、こんばんは。じゃ、166年降りの大接近ですと。じゃ、木星の方角はどちらですか？新一、寺沢さん、107年後にはもっと近づくそうですよ。チャチャ殿、ちょっと行ってみてきて。スミヤチャンネルさん、南です。カロン辺境博さん、晴れていれば一番明るい星が木星です。じゃ、それでは。カロン辺境博さん、直接見に行くのが一番ですね。じゃ、遠すぎるので窓から見てみました。疲れた南は残念ながら厚い雲に覆われてます。カロン辺境博さん、今日はダメでも当分見れるので大丈夫ですよ。じゃ、東の方にうっすら星が見えているような。カヨピさん、金星の明るさには負けるけど、木星は長い期間安定して見えるから好き。スミヤチャンネルさん、東には火星が見えているはずです。じゃ、そうですね、ずっしりと安定感がありますね。カヨピさん、イオ、だいぶ近づいてきましたね。スミヤチャンネルさん、あと7分後に合体します。じゃ、火星、ちょっと見てみます。じゃ、雲でもう見えませんでした。スミヤチャンネルさん、残念でしたな。じゃ、カロン辺境博さん、アルデバラン、火星、ベテルギウスの順で赤い星が東の空に上がってきます。じゃ、昨日だったかな、赤い3つの星を見ましたよ。カヨピさん、赤い星の共演。カヨピさん、赤い星たちはこれからどんどん見頃になってきますね。じゃ、楽しみですね星。じゃ、木星のほっぺたにご飯粒がついてます。カロン辺境博さん、ちょうど島の赤い部分なので、合体してもイオが確認できるかもしれませんね、シェルテリン。カヨピさん、そして木星に食べられる。じゃ、寺沢殿は寝落ちしたでござるかねがお。カヨピさん、イオ、確認できますね。じゃ、カヨピさん橋。スミヤチャンネルさん、イオが木星表面を通過していますね。新一、寺沢さん、起きてますよ。新一、寺沢さん、
ちょっと他のことしてる。じゃ、ちょうど赤いシマウマ、なんということでしょう、星。カロン辺境博さん、木星の上に乗るようは初めて見ましたね、シェルテリン。カヨピさん、貴重な映像ですね。じゃ、はい。カロン辺境博さん、ここのライブでは、いつも新たな発見があり楽しいですね、主様には感謝です、シェルテリン。カヨピさん、ですね。スミヤチャンネルさん、私も木星の衛星通過は初めて見ました。じゃ、感謝ですねー、上手に乗ってますねー。カロン辺境博さん、島を踏み外すと消えてしまうドキドキ感の星。じゃ、明日のアーカイブのタイトルは、顔。カヨピさん、イオの綱渡り。じゃ、新一、寺沢さん、ちょうど太陽の方向から見てるから、影はちょっと見えないですね。スミヤチャンネルさん、ネーミングのアイデアありがとうございます。新一、寺沢さん、さてと、お先に失礼します。ありがとうございました。新一、寺沢さん、またねー。じゃ、いつもより余計回ってます。カロン辺境博さん、寺沢さん、ありがとうございました。おやすみなさい。またねー。スミヤチャンネルさん、イオの影が見えていますね。カヨピさん、寺沢さん、おやすみなさい。じゃ、寺沢殿、おやすみなさいませ、またねー。じゃ、見失いました顔今どのあたりかな。スミヤチャンネルさん、イオの黒い影の右下に重なるように白いイオが見えています。スミヤチャンネルさん、雲が晴れればくっきりと見えるはずです。じゃ、木星の揺らぎに催眠術をかけられているような無表情。スミヤチャンネルさん、薄雲が空全体を覆っていますが、晴れるまで待ちましょう。カヨピさん、クモさん、空気読んでチャチャさん、予定ですと通過して抜けるのでしょうか？どのくらいの時間ですか？スミヤチャンネルさん、午前2時過ぎに木星から抜け出します。カロン辺境博さん、2時くらいでしょうねー星シェルテリン。カロン辺境博さん、では、お先に失礼します。主様、皆様ありがとうございました。おやすみなさい。シェルテリンまたねー。じゃ、同じご回答ありがとうございます。スミヤチャンネルさん、今日は晴れそうもなさそうです。そろそろ終わりにしたいと思います。じゃ、カロンさん、おやすみなさいませ。スミヤチャンネルさん、ご視聴ありがとうございました。スミヤチャンネルさん、またのご来場をお待ちしております。じゃ、主様、ありがとうございました。お疲れ様です。スミヤチャンネルさん、おやすみなさい。スミヤチャンネルさん、良い夢を。カヨピさん、主様、カロンさん、ありがとうございました。チャチャさん、またです。じゃ、カヨピさんも、おやすみなさい寝顔アーカイブのタイトルを楽しみー。カヨピさん、綱渡り、今夜はみかんではおやすみなさい。